皆さんこんにちは。看護師としての職場でのいじめに直面していませんか？この問題は多くの人が経験しており、深刻なストレスの原因となっています。しかし、解決策はあります。この動画では、専門家が具体的な対処法を徹底解説し、より良い職場環境を築くための実践的アドバイスを提供します。最後まで見ることで、いじめに立ち向かい、メンタルヘルスを守る方法を学べます。あなたの職場を変える一歩、今、踏み出しましょう。当チャンネルは、看護師の皆さんが、直面する様々な悩みや、キャリアの転機にフォーカスを当てた専門チャンネルです。看護師としてのキャリアパス、職場の悩み、転職の際のアドバイスや、ヒントを提供します。気になる方は、チャンネル登録しておいてください。また、LINE では看護師さん向け、電子書籍5大特典プレゼントが、無料でもらえますので、下の概要欄の方から登録をお忘れなく。それでは、本編をご覧ください。看護師が直面するいじめの実態。まずは、看護師が直面するいじめの実態についてお話しします。看護師の間で起こるいじめは、多くの場合、精神的なものから物理的なものまで多岐にわたります。この問題の深刻さを理解することが、解決への第一歩です。なぜ看護師の間でいじめが起こるのか、その理由を掘り下げてみましょう。職場内のストレス、人間関係の複雑さ、そして権力の不均衡が主な原因として挙げられます。これらの要因が組み合わさることで、不健康な職場環境が生まれ、いじめが発生しやすくなります。実際の看護師からのいじめ体験談を紹介します。ある看護師は、上司からの過度な圧力と同僚からの無視により、うつ病を発症しました。このような体験談は、いじめが看護師のメンタルヘルスに与える影響の深刻さを物語っています。いじめの一般的な形態としては、悪口、嫌がらせ、業務上の過度な負担の強制、社会的な孤立などがあります。これらの行為は、被害者の自尊心を傷つけ、職場での居場所を奪います。いじめが看護師のメンタルヘルスに与える影響は計り知れません。ストレス、不安、うつ病など多くの精神的健康問題を引き起こす原因となります。またこれらの問題はプライベートな生活にも悪影響を及ぼし、仕事のパフォーマンスの低下を招くことにもなります。結論として、看護師が直面するいじめの問題は個人だけでなく組織全体で取り組むべき課題です。この問題に対処するためには、職場環境の改善、コミュニケーションの促進、そして適切なサポートシステムの構築が必要です。この動画を通じていじめに立ち向かうための具体的な方法を学び、より良い職場環境を目指しましょう。専門家による解説、いじめの背後にある心理的組織的要因。まずはいじめの背後にある心理的組織的要因について解説します。いじめが発生する主な理由として、職場のストレス、コミュニケーション不足、権力の不均衡が挙げられます。特に看護師の職場では、高いストレス環境とチーム内のコミュニケーションの難しさが、いじめの土壌を作り出しています。他業界でのいじめ対策の成功例。次に、他業界でのいじめ対策の成功例を見てみましょう。例えば、IT 業界では、定期的なチームビルディング活動や、オープンなコミュニケーションチャンネルの設置が効果的であることが示されています。これらの取り組みは、チームメンバー間の信頼を築き、いじめの予防に寄与しています。具体的な例として、ある IT 企業では、月に一度のチームビルディングの日を設け、社員が業務外の活動を通じて、互いをより深く理解する機会を持っています。また、社内には、匿名で意見や悩みを共有できるプラットフォームがあり、社員が声を上げやすい環境が整っています。これらの取り組みにより、社員間のコミュニケーションが活発になり、いじめの発生率が著しく低下しました。これらの事例から、看護師の職場でも、定期的なチームビルディングや、オープンなコミュニケーションの場の設置が、いじめ、問題の解決につながることが期待されます。重要なのは、職場内での信頼関係を築き、全員が安心して働ける環境を作ることです。結論として、いじめは個人の問題ではなく、組織全体で取り組むべき課題です。他業界の成功例から学び、看護師の職場でも実践的な対策を講じることで、いじめを根絶し、より良い職場環境を実現することが可能です。解決策と対処法。個人ができるいじめへの対処法。まず、
個人ができるいじめへの対処法ですが、ここで大切なのは自分自身の感情と健康を守ることです。具体的にはいじめの状況を詳細に記録する、信頼できる同僚や上司に相談する、必要であれば職場のカウンセリングサービスを利用するといったステップがあります。これらの行動はいじめに対処する上で非常に有効です。組織が取り組むべきいじめ防止策。次に組織が取り組むべきいじめ防止策についてです。組織としてはいじめに対するゼロトレランスポリシーを明確に打ち出し、従業員に対する教育を徹底することが重要です。またいじめの申し立てがあった場合には迅速かつ公正に対応する体制を整える必要があります。これにより職場の安全と健康を守ることができます。専門家が推奨するストレスマネジメントとサポートシステム、さらに専門家が推奨するストレスマネジメントとサポートシステムについても触れておきましょう。ストレスはいじめの原因でもあり結果でもあります。したがってストレスを効果的に管理することはいじめを防ぐ上で非常に重要です。具体的には定期的なストレスマネジメント研修の実施、メンタルヘルスの専門家によるサポートの提供、リラクゼーションやマインドフルネスの技術を職場で促進することが挙げられます。結論として、看護師が直面するいじめ問題には個人レベル、組織レベル、そして専門家によるサポートを組み合わせた多角的なアプローチが必要です。これらの対処法を実践することで、より健全でポジティブな職場環境を築くことができるでしょう。そしてそれが私たちがこの動画を最後まで見ることで得られる最大のメリットです。実践的アドバイス。いじめに直面した看護師が取るべき最初のステップ。まずいじめに直面した看護師が取るべき最初のステップですが、これは非常に重要です。なぜなら早期に適切な対応を取ることで問題の悪化を防ぎ、自身の精神的な健康を守ることができるからです。具体的にはいじめの事実を日記やメモとして記録し、信頼できる同僚や上司に相談することがスタートラインになります。この行動は後に問題を解決するための証拠となり得るだけでなく、心理的なサポートを得ることにもつながります。法的な保護と支援を求める方法。次に法的な保護と支援を求める方法についてです。いじめは職場の問題だけでなく法的な問題でもあります。そのため労働基準監督署や弁護士への相談を検討することが重要です。これらの機関はいじめに対する具体的な対策や場合によっては法的措置を取るためのアドバイスを提供してくれます。実際に多くの看護師がこれらの支援を利用して職場のいじめ問題を解決に導いています。メンタルヘルスのサポートと自己ケアの重要性。最後にメンタルヘルスのサポートと自己ケアの重要性に触れます。いじめは精神的なダメージを与えるため、自己ケアは非常に重要です。ストレス管理のための趣味や運動、定期的なカウンセリングの利用など、自分自身を大切にすることが必要です。またメンタルヘルスの専門家やサポートグループの利用も回復への大きな一歩となります。このようにいじめに直面した看護師が取るべき最初のステップから、法的な保護と支援の求め方、そしてメンタルヘルスのサポートと自己ケアの重要性に至るまで具体的なアドバイスを実行することで、いじめという困難な状況を乗り越え、より良い職場環境と精神的な健康を守ることが可能です。いじめ問題への意識の高め方。まずは私たち一人一人が看護師の職場で起こっているいじめ問題に対して、より深い理解と意識を持つことが重要です。この問題は看護師個人の心理的な健康だけでなく、患者のケアの質にも直接影響を及ぼします。だからこそ私たちはこの問題に目を向け行動を起こす必要があります。そのためにはまず理由を理解することが大切です。いじめが発生する背景には、高いストレス環境、人間関係の複雑さ、職場の文化など多くの要因が絡み合っています。これらの理解を深めることで根本的な解決策を見つけ出す手がかりになります。実際にいくつかの病院ではメンタルヘルスのサポート体制を強化したり、コミュニケーションの改善プログラムを導入することで職場の雰囲気が改善されています。これらの具体例からいじめ問題に対処するための有効なアプローチを学ぶことができます。最後にこの問題への意識を高め、解決に向けて動き出すためには、
私たちコミュニティとしてのサポートが不可欠です。個々の経験を共有し、お互いを助け合うこと、そして必要であればサポート団体への寄付やボランティア活動を通じてより大きな支援を行うこと、これらの行動が看護師一人一人が安心して働ける職場環境を作る第一歩となります。この動画がいじめ問題に立ち向かうためのきっかけとなり、看護師の皆さんがより良い職場環境で働けるようになることを心から願っています。あなたの経験や思いをコメントで共有し、この動画をシェアして、この重要なメッセージを広めていきましょう。あなたの一歩が大きな変化を生むことを忘れないでください。まとめ、看護師としての職場で直面するいじめ問題について、その実態と専門家による解決策を深掘りしてきました。この問題は決して個人の問題ではなく、多くの看護師が直面している共通の課題です。そして、その解決には、私たち一人一人の意識改革と行動が必要です。この動画を通じて、いじめに立ち向かうための具体的な方法や、より良い職場環境を築くためのヒントを得ることができたなら、幸いです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よければ、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画が皆さんの役に立てば幸いです。これからも看護師としてのスキル向上のために、このチャンネルを活用してください。次回の動画でも皆さんの業務に役立つ情報をお届けします。コメントや質問は、ぜひ下記のコメント欄にお寄せください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。